はい、じゃあ田村さん実際に動きでお願いします、はい、それでは、一番最初に説明させていただいた昔の競走馬術、いわゆる天神乗りの説明を、させていただきます。腕、右手が馬の動きだと思ってください、先ほど言ったように馬が上に動いた時、騎手も同じように上に動きます。馬が下に動いた時、騎手も同じように下に下がります。これが昔でいう天神乗り、馬と騎手が重心、馬の重心に騎手が重心を合わせた乗り方です。現代競走馬術、いわゆるモンキー乗りの、重心、騎手と馬の重心を説明させていただきます。私の右腕が馬の、動きだと思ってください。モンキー乗りでは馬が下がった時に、馬が下に動いた時に、騎手は下がらないように下半身の関節、膝を伸ばして下がらないようにします。これ膝を伸ばさないでも足首でもできます。いわゆるもっと言えば 足の親指と指を使ってでもこういうふうにできます。これ各関節を非常にバランスよく使ってこういう下がったり上がらないようにできます。で、まあ、簡単に言えば、まあ、とにかく馬が上がった時に、騎手は馬が上に動いた時に上がらないようにします。馬が下に動いた時、騎手は下がらないように、馬が上に動いた時、騎手は上がらないように、上に動いた時上がらないように、下に動いた時下がらないように。ざっとですけど、簡単にですけど、競走中の騎手と馬の重心について説明させていただいたんですけど、ちょっと非常に誤解してる人がちょっと多いんですよね。今回の企画も、馬と騎手との重心についてってやったのですね、これ豊君の名誉のために、ちょっとお話しさせていただくんですけど、豊君が先日ダービーを勝った後、ネットのニュースとかネットの記事で結構専門家の人とかも、がですね、武豊さんのやっぱりフォームはすごく美しかった、馬の重心にぴったり自分の重心を合わせて全く揺れることがなかった、あれだけ揺れない姿勢はさすがに豊さんだってあったんですけど、春に行った G1 の直前展開予想、好評でしたので秋の G1 は毎週やりたいと思います。これはウェブ会員さん限定なんですけど、 G1 の当日のライブでの、馬券検討会もやりたいと思ってます。レースが終わった後、皆さんと一緒に反省会も行いたいなと思っております。よかったら見てください。